はい、こんにちは。サッパ TV です。今日ご紹介する商品は外付けマイクです。特徴は一眼レフでもスマホでも使えるという便利なところ。あとはマイクが2本独立していて、マイクの向きで4種類のパターンで録音ができるというところですね。そして小型液晶モニターが搭載されて、あとは実際使ってみて音をよく拾ってくれて、特に風のノイズが消えるところが良かったですね。はい、というわけで本日ご紹介する商品がこちら、コミカの外部マイクトラックスショット。1万円を超えるマイクということで安くはないマイクですけど、2本の独立したマイクでどのような録音ができるのでしょうか。使ってみたいと思います。みんなが求めるインフォメーション、サッパ TV。こちらがパッケージですね。パッケージにはマイクの写真が書かれていますけど、ちょっと変わったマイクの形していますよね。2本棒が出ていて、下がカメラの接続部になっていますね。それではね、箱を開けてみましょう。まず箱を開けるとこちらのケースが出てきますね。ソフトケースだけど、ちょっと固めのソフトケースですね。この中にマイクを入れとけば持ち運びとか保存にはいいですね。そしてケースを開けるとこちらですね。今回のマイク、トラックスショットです。見た目はこの2本のガンマイクみたいなマイクが2つ出てて、その下の土台に端子類とかカメラに接続する部分があるって感じですね。マイクはまた後でご紹介するので、最初に梱包内容を確認いたします。こちらが説明書ですね。小さい手のひらサイズの説明書で、結構ね、絵とか図とかでね、細かく書かれていて分かりやすい説明書ですね。あとはこのマイク、カメラとスマホ両方使えるので、このようにカメラの時はこのように接続して、スマホの時はこうやって使ってくださいっていうのが書かれてますね。でも接続するケーブルがね、2種類入っているので、それを挿せばいいだけなので難しいことはないと思いますけど、 iPhone の場合はコネクターみたいのが必要になりますね。そして説明書は英語と中国語で、日本語はありません。でも図を見ればなんとかなるんじゃないでしょうかね。そんな難しいことは書いてないと思います。こちらがウィンドスクリーンですね。2本入っているので、これをマイクのところにかぶせるって感じですね。かぶせるとこんな感じになります。これつけると風の音が軽減する効果がありますね。これが先ほど言ってた接続用のオーディオケーブルですね。で、ここがおすすめポイントです。カメラ用とスマホ用の2つのケーブルがついているので、どちらにも対応している、使えるということですね。そしてこちらが USB ケーブルですね。これはマイク本体を充電するときに使うケーブルですね。以上が梱包内容になります。それでは本体の方を見ていきましょう。まず見た目なんだけど、先ほどから言ってるように、この2本のね、独立したマイクがあるので、このマイクの形を変えることで4種類4パターンの録音ができるというところがおすすめポイントですね。マイクはこのように一本一本手で動かすことができます。この2本のマイクの位置によって4種類のパターンで録音することができます。なので、2本マイクがあるような感じで、様々な場面で使うことができます。あとはこの側面にイヤホンジャックの端子がありますね。そしてこのオレンジのダイヤルが音を拾う感度の調節ですね。ここでおすすめポイントなんだけど、電源入れると液晶モニターがついて画面が表示されます。画面の横には2つボタンがあって、電源のオンオフボタンと、あとモードのボタンですね。今画面に90度とかね、マイクの向きが出てると思うんだけど、この向きのモードですね。そして音の感度がモニターに表示されてるんだけど、これ右のマイクと左のマイクでまた独立してるので、違う動きをするのがまたいいですね。分かりやすいですね。このように右から音を出した場合と左から音を出した場合だと、マイクの感度にね、しっかりね、差が出ているのが良かったですね。
そしてもう一つおすすめなのがこのカメラと接続する部分なんだけど、ここにまあゴム素材のようなショックを吸収してくれるような素材がついてるのがまた良かったですね。そして反対側の側面に行くと、これがカメラと接続するケーブルの端子ですね。でその右側が充電用の端子ですね、 USB 端子。はい、以上がね本体の説明で、次にね実際にこのマイクを使って撮影してみましょう。はい、というわけでコミカの外部マイクトラックショットのご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。私が実際に使ってみた感想は、まあ、動画見ていただいたらわかると思うんだけど、本当にあの風の音がねすごい綺麗に消えててすごいなって思いました。特にねあの電車の上を撮影してると電車が通る時に風とかねあの吹くんだけど、こちらのマイクだともうほとんど気にならないぐらい風の音消えてたと思います。とってもそこがね良かったなと思ったのと、あとはマイクとしての性能も良かったですね。あの音を撮影すると普通のカメラのマイクの音だと聞こえないような音とかもしっかりあの遠くの音もね拾えてて良かったなと思いました。あとはお値段なんだけど、まあ、マイクね2万円ぐらいこれしちゃうんだけど、私も 5,6 千円のマイク前にちょっとレビューしたことあるんだけど、5,6 千ぐらいだとあんまり差を感じなかったなってちょっと思ってたんですよね、まあ、なのでちょっと値段はしちゃうんだけど、まあ、マイクとして性能で差が出てくるのはこれぐらいのお値段だったり性能からなのかなってちょっと思いましたね。はい、というわけでそろそろお時間の方がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。